水質汚染、水質汚染、水質汚染、ウォーターポリューションとは、人間の行動によって引き起こされた湖、河川、太陽、地下水といった湖、池に対する一連の有害影響のことである。具体的な例として、水道法で定める、飲料水の基準を悪化させる、細菌の増加、化学物質や有機物増加、色度や濁度の変化など状態を言う。主に、 生活排水と産業廃棄物が原因になりやすく、現在の水質汚染の原因の約70%が生活排水である。生活排水のうち汚染は台所からが最も多く、油や醤油、米のとぎ汁といったものの負荷も大きい。河川、湖沼などの公共用水域は水質を抱く、海水や海域は海洋汚染として別に書き分ける。火山。 海藻の移動発生、暴風雨及び地震は、同様に水質と水系の生態系の状態における大きな変質を招くものなのだが、水質が誰かが使えなくなるほどに悪化した時に、これを汚染という。水質汚染には様々な原因と種類がある。栄養負荷の増大、肥料分や栄養塩の増大は不栄養化という結果になるであろう。都市の下水などの有機性廃棄物は、 需要水系への過剰な酸素の負担をかけ、生態系に対する重大な影響を与えかねない、酸素の枯渇という結果を引き起こしている。産業は、重金属、樹脂のペレット、有機毒素、石油、栄養素、固形物を含めた汚水を放出する。こうした放出は、熱的運動を伴う、特に発電所からのものであるが、同じく使用可能な酸素を現じる。建設現場、 山林伐採、農業を含めた多くの行動から生じるシルトを伴う流出液が光合いを限定し、固定や川底を広く追いつくし、代わりに生態系に被害を与えている水柱を透かす遮光の浸透を抑制するのである。汚染には有機化合物のケースと無機化合物のケースがある。多くの水質汚染は河川から太陽へと実際に運搬される。 世界のいくつかの地域では水門学の運搬モデルでは川口から何百キロも離れた地点にまで汚染の影響をたどることができる。SWMM やダサムモデルなどの進んだコンピュータモデルでは水系システムにおける汚染の行方を試算することで世界の多くの地域において用いられる。蚊や種類などのプランクトンといった種の接触行動を示すロカキが ニューヨークの湾曲部において汚染の行方が研究されるのに用いられた。このことは、毒性の負荷がハドソン川の河口において直接に最も高い数値を示す代わりに 100km 南方のプランクトン組織に接触されるのに数日かかる地点まで流れている。ハドソン川からの流出物は濃流り,りの力に従って海岸沿いに南方へと流れる。さらに南方では 酸素の枯渇が発生しており、酸素を飛翔する薬品や、海藻の大量発生によるもの、海藻類の細胞の死滅や、化学分解によって生まれる過剰栄養児を、などが原因である。また、毒素となる物質が食物連鎖をたどり、小魚が貝足種類などのプランクトンを消費し、大魚は小魚を接触するなどの経路で、魚介類における大量死が報告されている。続いて、 食物連鎖をたぐるのだが、重金属、例としては、水銀や難分解性有機汚染物質、DDT といった物質に対するお濃縮、生物濃縮というものである。太陽の千メグル海流が浮遊するプラスチックの破片を捉える。例えば、北、太平洋千メグルは、いわゆる太平洋ゴミ集積体とも言われる、テキサス州の2倍の大きさの廃物を集めた。 多くの残留廃物が海鳥や海洋生物の胃袋に関わる。この結果は動物の食欲を減衰させ、あるいは飢餓に陥れるような消化経路の障害になる。多くの化学物質が崩壊反応をなし、あるいは化学的な変化が特に地下水の貯蓄地において長い間にわたり存在する。いくつかの化学物質に関して注目すべき種類としては、 トリクロロエチレンやテトラクロロエチレンなど、ドライクリーニング産業で使用された、塩化炭水化物がある。どちらの化合物も発岩性であり、さらなる有害性を引き出す、化学分解反応を起こす。1、2、ジクロロエチレンやビニール塩化物を含む。地下水の汚染は、表層の汚染よりも減少しにくいもので、これは地下水が見えない。 耐水槽を長距離にわたり移動することが原因である。粘土層などの浸透性のない耐水槽では、単純なろ過作用、吸収や希釈、またあるケースでは、化学反応と生物活性である。しかしながら、あるケースでは、汚染が単純に土壌汚染物質に変質していい。地割れや洞窟を移動する地下水は、それほどろ過されず、氷層の水と同じく容易に移動することができる。 カルスト地形の地域では天然のゴミの集積場としての陥没穴が使われるというのが人の行動の結果として事態を悪化させている。有害汚染物質から生じたのではなく、派生した状況から生じる副次的効果に多様性が存在する。二次的影響として考えられるのは、シルトを対する表層流出液は水中を透かす車高の浸透を抑制し、 水生植物の光合成を妨げたことや、温水予濁が、魚類のショック死や、火力性植物の拡大を引き起こしたことなどが、原因である。日本の一部の行政においても採用される、環境アセスメントであるが、1997年に、環境影響評価法、通称、環境アセスメント法が制定されたのを受けたものである。 地方行政独自の環境影響評価制度も定められたのだが、この調査、予測、評価の項目のうちの一つ、水質を抱くと密接に結びついている。手法としては、調査団の現地派遣による標本収集と科学解析である。環境税課税やアセスメントによる行政アプローチの際に重要な役割を演じている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。 クリックしてください。